底に落ちていく3ステップの2ステップ目、失恋期に入っていきます。失恋期、はい、失恋期ですね。こっから戻していくんだ。恋愛依存体質の人が失恋するとどうなるのか、さらにしくじった思考に入り、こんな状態になります。次のページお願いします。誰でもいいから癒してほしい、いや怖いな、こうなるんですね。はい、異常に寂しがりなんですよ。だから俺夢っちこっちの人だと思ってたもん。そうですね、もう今でこそ本当にこっちのタイプなんですけど、この噂を聞いてたから、あ、こっちの人なんだと思ってびっくりしてるのよ、違ったから、ね、本当に誰でもいいから癒してほしいっていう感じだったんですけど、それで有名なんすか。そうそうそう、だから俺みたいな人がいるって聞いたのが最初の出会いだから。そうですよね、これがベースにあってなんだっていうのを初めて知った。本当に寂しがりがゆえの誰でもいいから癒してほしいっていうのになっちゃって、失恋のショックをまた別の人で癒そうとします。そんな私にとって失恋のショックを癒す出会いの三本柱がありました。三本柱、はい、それが次のページです。マッチングアプリ、相席系居酒屋、逆ナンパ、なんかやばい、いや夢っち、三本柱だ、すごい、これはパルテノン立っちゃうよこの柱は。これパルテノン やばそうだもん、いい柱。がいいんですか、やっぱり男の人に癒してほしいんですか。そうですね、できれば。そうなんだ、友達も本当にいいなと思うんですけども、やっぱ男性の方が男性のなんかショックを埋めてくれるというか。あ、好きって向こうから好意を感じなくてもいいんですか。はい、潔い、はい、もう誰でもいいんです本当に、本当に誰でもいい。当時の私の状況が隣のページです。主要マッチングアプリには全て登録、食事は基本相席系居酒屋、居酒屋の店員を逆ナン、タクシーの運転手を逆ナン、テレビ局のスタッフを逆ナン、かっこいいね、すごい。前現場でやっぱあのキュンとする人を見つけるっていうのが私の毎日の楽しみでして、テレビ局のスタッフさんって結構機材を持ってたりとかしてムキムキとか、うん、なんか人の意見聞いてるみたいな。今日のスタッフだと逆ナンしたいなっていう人は、今日はみんなドキドキしてるな、みんなドキドキしてる、目合わせないようにしてる。一人じゃなくてもいいのかしら。いやいいよいいよいいよ、逆ナンの対象に入る人はちょっと全員教えて、教えてほしい、うん、逆ナンの対象で言うと全員です。本当に誰でもいいんだ。でもあのさっきちょっとリハーサルの時にチラッと、あ、イケメンと思ったら、あのキャップかぶってる、うん、あの立ってらっしゃる、あ、イケメン、イケメン、かっこいい。彼女はいますか。います。あ、そう、彼女いるとダメ、ダメ、はい、ダメ、次は次、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 どこダメだったら次、次、大丈夫なんでしょ。はい、五カメさん、五カメさん、五カメさん、あ、かっこいい、かっこいい、こういうのが好きなのね。ちょっと髪の毛遊んじゃってる系の、おお、かっこいいじゃん、かっこいい、かっこいい、かっこいい、作るな、作るな、顔めっちゃ決めてる。え、彼女はいらっしゃいますか。クソ、結婚式、結婚してる、結婚してたらやっぱね、そりゃ、じゃあ吉村さんしかいないんですね、この場で。本当に彼女いない、絶対だよ、いるよこの中に彼女いない人。でもご結婚されてるんでしょ、逃げてんだ。それはでも吉本内とかでも大丈夫なの、夢全然 OK だ。ちなみに玉井さんは逆ナンとかしたことありますよ。あるわけねえだろ。あんの、ももクロあんの。いや、ないですよ。え、逆にどうやってやるんですか。タクシーの運転手さんとかだと。え、ちょっと待って、はい、あの年齢層も幅広いってこと、ゆめっちは、私の30個ぐらい上の。いや、すごい、それはすごい、とにかく寂しいから。それは落ち着く、落ち着く、落ち着く。親探してんの、それ。お父さんですか。
びっくりしたでしょ、運転手さんに。まずなんて言うのよ。なんて声かけ、彼女いますかって。だって30個上だから50代の人ってこと。そうですね、うん、いや僕いないんだよねって言ってたんで、えじゃあ LINE 教えてくださいよって言ったら、いや僕ガラケーだからやってないって言われて、電話番号だけ交換して、でもそっからあのすごいメッセージが来ますね。あ、聞いて、はい、やり取りで会おうとは思わないの。そこ、あ、たまにそのお迎えに来てくれたり。タクシーの、はい、タクシー足に使ってる。それお金払うの。お金もちろん払います。別なんもないんだ。なんもないです。一夜を共にしたとか、はい、ジャンルで言うとどういうストーリーなのかね。そうよね、確かに仲いい人が運転手さん。もし小説だとしたらジャンルなんなのこれって。いろんな要素が。でもなんかすごい知り興味あるわ。そんなことするんだ。しますね。人がもう人間が好きなんだね。そうですね。しかしですね、やはり誰でも彼でも構わずに出会いを求めていると最終的に恐ろしいことが起きます。怖いよ。何？私が大阪の NSC に通ってた時、18、19ぐらいの時に逆難した方がいて、まあちょっと私も東京に行くってなって、そこから連絡取らなくなっちゃって、である日その彼も東京に進出したみたいな。で連絡が来て遊ぼうよって言われて遊んだら、彼からこんなことを言われます。次のページへどうぞ。この動画の続きはアベマで。最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらを